こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾンに取り組むにあたって、あっても無駄なもの、それをご紹介します。慎重さ。慎重な方がね、いいんじゃないかというのが多分一般的な、日本のね、賢い人たちの、考え方なんでしょうけど、納得できてから動く。理解できてから動く。じっくり考えてから動く。いずれも無駄です。むしろスピードの速いアマゾン室では害になります。私のセリフじゃ説得力に欠けるので、億万長者の言葉を紹介します。スティーブ・ジョブス。安全にやろうと思うのは一番危険な落とし穴なんだ。孫正義。10秒考えてわからないものは、それ以上考えても無駄だ。ファースト・リテイリング。柳井正。行動してみる前に考えても無駄です。これら億万長者の人も何しろスピードが重要だということでね、こういうセリフになるんですけど、アマゾン輸出で稼ぐ方法はシンプルです。アマゾンで稼ぐための3ステップ。ステップ1。売れるアカウントにするために売れる商品を販売して販売実績を増やす。ステップ2。売れるアカウントができたら儲かる商品を探す。ステップ3、ステップ2で見つけた商品を売り続ける。たったこれだけです。ステップ3への最短距離は、個別サポートを受けてアドバイスをすぐに実践することです。私の言う通り実践すれば、半年もあればステップ3にたどり着けます。半年以上 Amazon 輸出を実践して、まだ売れないと悩んでいる場合は、個別サポートを受けてスピードアップしてください。ご相談お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。